い、皆様こんにちは。リヒトトゥンケルハイトでございます。ファイアーエムブレム劣化の剣実況プレイ続きはやっていきたいと思います。おっと、なんか入っちゃった。すいません。さあ、今回は21章、オスティア湖、ヘクトルさんのお兄さんにようやく会えます。多分なんだけど、どうなんだろう。あー、なんか若干飛ばし気味でごめんなさい。あ、黒い牙本拠地、これはジャファルさんですね。このアクションは、およ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 、なんかいっぱい出てきた。ロイド、ちょっとロイドっていう名前はちょっとテイルズを思い出すのと違うやろ。エルトさんは限定なんだよね。うん、そうだよ、数でかかればっていう感じですね。ちょっと噛んだよ。ここ兄弟なんですね。あ、息子ですか。その割にはあなたばっかり喋ってるよね。悪人ウルスタさんはどっかで出たっけ。なんか、あ、出たな、リンちゃん編でチラッと出たような気がする。はい、あ、オスティアですね。もうオスティアまで来ましたよ。あ、違うんだ、オスティア寮に入っただけか。わお、得意技なのか。いや、でもヘクトルさんよりはなんていうか、うんな感じだよ。あら？あー、倒れちったー。まだ取り乱しちゃって、なんで？へえ。とりあえず毛布かけておきましょうか。すげえ地べたなんですけど。あ、今回この人仲間になります。あとラス君が出てきます。ただラス君は同盟軍として出てくるので、こうどっか行ってしまわない間にリンちゃんで話しかけてあげると仲間になります。このヒースさんはまたリンちゃんでもいいんですけど、エリエット様、ヘクトルさん、あとニニアンちゃんでもいいのかな。まあニニアンちゃんをちょっとそんな危ないところに近づけるわけにはいかないんですけれども、はい、敵中。はい、今回は防衛戦です。ニルスを守る11ターンですね。はい、じゃあそれは進撃準備いたしますのでお待ちくださいませ。はい、お待たせいたしました。それでは始めてみましょう。はい、輸送隊出撃させます。2回目のチャレンジです。いや、誰かが死んだとかではなく、いや、誰かが死んだんだけどね。うっかりヒースさん殺しちゃった。仲間になるヒースさん倒しちゃった。いやー、ここにヒースさんがいるってことすっかり忘れてる。普通に敵のドラゴンナイトだと思って普通に倒しちゃった。ははは、バカか、私は。すいませんでした。ということで、やっていきましょう。ちょっとここにロングアーチがいるのが怖いんですよね。なので、マジエリオット様、エリオット様が先に進んでくれないと困るんだよね。これケント君で運んでもな、こっちなんだよな。こうやって、怖っ。あー、ダメか。いや、でも下ろして、そ、引き受けのおろしいのさらに横で、これでいけるんじゃないか。これでロングアーチ回避したぞ。よし。で、イサドラさんが銀の剣とかすごいも持ってるんで、この辺は輸送隊に預けます。で、ギー君とかはこっち行こうかな。魔防が低めなギー君がこっちにいた方が敵を釣れるかもしれない。
でこいつを倒したいし、あとこいつを倒して、こいつ騎士の勲章を持ってるんで、こいつを倒してっていうのもやりたいよね。怖い、こいつが柱の右下ギリギリだな。セイン君多分死なない、大丈夫、さっきのやり直す前でも死ななかったから大丈夫。でイサドラさんは輸送隊に預けて鉄の剣、鉄の槍を持っておきましょう。でロングアーチですけど、なぜかこの範囲には入らないんですよね。ここニルスが倒されるとダメです。カナスさんはどっち行っとこうかな、ヘルプとかはこっちに行っとこうかな。ここにニャンちゃんの支援ができるかどうかがすごく心配だよね。リンちゃん右側に行って、右側からラス君出てきますので、ラス君の方に向かいましょう。説得はできるので。一応鉄の実持たせてます。ロングアーチ側に、リンちゃんとかを狙ってくるっていう可能性もある。そして一応、レベッカちゃんにオリオンの矢持たせてます。ラス君仲間になるけど、ちょっとな、ラス君がレベル低いのもあるし、どうしようかなっていう感じで。おー、よけた。だから、オリオンの矢が次23章とか4章とかでもう一個手に入るんですよね。それまでにラス君をレベル上げてって感じかな。右側のあのドラゴンナイトはさっき、おー、やっぱりギークで釣れた。これでね、ないわー。リー君、それないわー。リー君、それな。ほう。怖い怖い。まあ、大丈夫です。オスティア兵が狙われる。なんでだ。さっき、弓兵戦員君狙ってきたのに。なんでやねん。さーて、結構敵がいるけど盗賊さんがいるからサクサクやらなきゃいけないんだよね。オスティア兵動くなお前、もったいねえんだよ経験値が。あとお前最後の砦みたいなとこ、お前意味ねえしさ、バカなの。はい、援軍が来ました。そしてラス君が出てきました。はい、なので何この床。あ、そういえばここって秘密の店あるんですよね。秘密の店はあるんですけど、秘密の店はあるんですけれども行きません。もうすでに買ってるんで。エリュット様届くね。じゃあまず扉を開ける、エリュット様に話しかける、ここで仲間にします。かっこいい。やん、かっこいいな。ユバンズさん。あ、違うか。ユバンズさんは出てくる？いや、出てこないな。いや、え？じゃあ、ユバンズさん、これか。適当じゃん。でね、この人倒す必要はないです。11ターン持ちこたえればいいんです。ストレンドスピアとか経験値が欲しければ倒せばいいですけど。これヒース君と戦わせると、まあちょっと燃える展開ではありますけども、かわいそうだよね。リブロを持ってます。リブロ持ちなので範囲がたくさん見えますね。でもここにこいつがいるのが怖いな。よし、杖を使います。セラちゃん今ライトニング持ってるんで、それなりにヒットポイントもあるんで、その辺に立ってても大丈夫です。ユバンズさん動かないよね。動いたら受けるよ。動いたらちょっと泣くよ。倒してしまいましょう。あ、剣の方が良かった。物持ちがいるんだから剣の方が良かった。んで、こいつ倒したいけど、ちょっと。いや、いけるな。こいつを倒して
ておけばいいかな。当たるね、ケント君。ヒースさんは槍しか持ってないから、槍しか持てないから、剣で、いいですね。フロリーナちゃん、剣が使えることによって、斧キャラにも、安全に、挑めるようになりました。一応、エリオット様に槍持たせてるんですけど、ただ、ここ今、ちょっと斧キャラがいるんで、いや、この人何持ってんの？アクスバスターってバカ。あ、いいのか。アクスバスター持っても毒の斧なんだけど。まあいいや、こうしよう。ここで、ね、フレイボムとかクソいらねえもん持ってんな。はい。そんで、この辺の敵を、こいつが気になるな。よし。まずこいつを倒します。で、ギークで塞ぎましょう。ギークさっき当たってるわ。ギークさっき攻撃食らってるわ。まさかの食らいをしてるわ。ナイスよけ。カナスさんさっき出られなかったからね。今回は前回、レベル上げしたレイバンさんを置いてきました。んーで、いけるね。いや。エルクに回復してもらって、プリシラちゃんはリブローしよう、ケント君に。届くかな？で、ここを、ギークに塞ぐ。で、これは、レベッカちゃん。レベッカちゃんの方がいいか。いや、でもヘクトーさんだったら一撃で倒せたな。まさか20に渡るなんてそんなスボケはかまさないでよかったー。で、ヘクトルさんは前に出といて、敵は全然いないね。ユバンズさんが来ないかどうかだけが心配です。それだけが心配。で、サクラさんもまあ適当に前に出とこう。あれ？リブラ届いた。結構範囲こんだけなんですよね。6マスか。なんか魔力の割る2とか3とかそういう2かな、多分そういう射程なんですよね。これで結構遠くからも安全に回復ができるようになりました。さあ扉の鍵開けたりしねえだろうな。いや、開けられても大丈夫だとは思うけど、ニアちゃん、まあ、結構今の一ターンでだいぶ安心になったので、で左上の方からとかは敵は出てきませんから、この辺ね、おそらく秘密の店これだろうな。怪しい。どうしよっかな。ちょっと右側が手薄かな。でもな、ロリーナちゃんがいるから左側行きたいんだけどな。こいつ知らん。とりあえずこれでいこう。ユバンズさん来ないでね。毒の斧あったらよくない、よかった。これレスト持ってきてないからな。まあ輸送隊あるから輸送隊に戻ればいいんだけど。セインくんレベル上がりましたね。じゃあ騎士勲章持ってきてるんで使いましょうか。来んなよ。よし、ユバンズさん来ないでね、頼むから。一冊出ろよ。30もあるんだから出ろよ。出ないんかよ。じゃあ次の、あ、次のやつ手斧だ。次のやつ手斧だわ。当たる。きたー、イエス。まあ、やっつけ負けはしないでしょう。手斧ぐらいは避けてよね。はい、ヒットゼロ。もう、これ以上ないっていうぐらい当たらない。ユバンズさん来んなよ。オッケー、来ない。ここでラス君が来るので、ここで話しかける。あう、行き過ぎた。ラス君。ほんと久しぶり。もっと早く会いたかった。
もっと早く会いたかったよ。本当にもうなんでこんな遅いんだよ。そしてリンちゃんとあれしたい。うわー、8手リンちゃんとラス君で支援をつけたいんです。もうやっちゃっていいよ。で、リンちゃん、ワイム打必殺、リンちゃんに説明見持たせてるんで、交換して、ラス君を頑張って育てよう。探求長級、なんかバリエーション豊かですね。で、ここで、盗む。で、ヒースさんってあんま使ってない気がする、私。わお。え、でもこれやっちゃうな、絶対やっちゃうな。あーあー、やっちゃう。ヒースさんよかった、もういい、手やりで経験値だけもらっとく。おいおい、ヒースさんのバカー、ヒースさんなんかもう育ててやんないもん正直枠がねえんだよ、枠が。飛行系はフロリーナちゃん一人でなんとかなると思う。もう一人必要な時はあるかもしれないけど、そんな余裕ないよ。はい、じゃあフロリーナちゃんはヘクトルさんとくっついとこう。んで、あとは増援を待ってればいいだけかな。で、まあ、ユバンドさん倒してしまう？ユバンドさんあんまり倒したくないんだけどな。ヒースさんとのあれがあるし。じゃあとりあえず、セイン君戻りの、文章使いいの。はい、デイン君はケント君と同じパラディンにクラッシュチェンジいたします。ようやくだいぶ落ち着いてきましたね。はい、お待たせって感じですね。守備が意外と低いんだよな。はい、斧は全然使わないんですけどね。で、こっから敵が出てくると、ケント君はどうしよっかな。こっちの敵もな、正直あんまり気にしなくていいと思うんですよね。ギークすれば減ってるんだった。でも届くのはセイラちゃんぐらいか。ライブ、そうだ、エリオットさんを戻ってニニアちゃんとの支援をやらないと。よいしょー。あー、でもニニアちゃんがだいぶ遠いわー。あ、でもギー君との支援があるからこっち行こう。セイラちゃんに、あー、エルクとセイラちゃんな、こうエルクも回復薬に回ってしまうと、どうしても回復薬はこう分裂しちゃうから、セイラちゃんとなかなか一緒にいるっていうことができないんだよな。レベッカちゃんどうしようね、本当に。とりあえずこの辺にいとこう。カナさん支援がいて誰もいねえんだよな。イサドラさんは使わない。もうすでに強いんで、パラディーンになって。もうこいつらほっといていいです。ただ経験値がクソもったいないけどな。まずい、こんなところにロングシューターがある。逃げる？それでも戦う？さん行けるかな。いや、フロリーナちゃん行こう。柱の横、ニニアンちゃんに踊ってもらって、あ、待機しちゃった。間違い間違い、これはまずい。逃げまーす。んーで、こうしよう。アシュー君一発ぐらい死なないと思う。1万ゴールドで、ケント君とかでもダメだな。ちょっと待って、ロングアーチの、入る、危ない。引き受けとこう。ヘクトルさんの方があれだし、守備高いし、こいつら経験値削りに来てるようなもんなんだけどな。なんでこうロングシューターがあちこちにあんのかな、めんどくさ。ロングシューターじゃねえ、ロングアーチだ。
じゃあ一応セラちゃん下がっとこうか。ジョエルとやっとクリシラちゃんとギブンクッチとリブロー必要はあまりない。一応ここで待っといていいかな。ちょっと待ってね。あーケント君セイン君で真ん中、いやでも真ん中は全然敵来てないん。あーでも今から来るのか。じゃあセイン君でいいか。イサブラさんは聞いといていいよ、使わない。よし、こいつら足遅いんで、オスティア兵狙いか。それはそれで好都合だな。あーあーもったいなーい。あーしかも兵隊クソだし、弱いし弱いし。やられてくれたらもうそれがいい一番なんだけど。ここにもロングアーチありますね。まあ5ターン待てばなくなるんでね、これ。ケント君に行ってもらおう。ケント君に行ってもらって、でもまだあそこ出てくるか、アーチャー。いや一回限りか、あの増援は、アーチャーの増援は一回だと思う。うん、んで宝箱取っといて、勇者の斧なかなか使わないな。じゃあエリウッド様とヘクトルさんは安全なところにいときましょう。危なかった。うっかりちょいミスでちょっと大変なことになりそうでしたよ。まだこいつらそんなに来ないので待ち構えていてもいいでしょう。せっかくなんでラス君、でもラス君力低めだな。まあ待って、魔法もそんなないよね。そうだよね。ちょっと待って、ライブはあのエルクとプリシラちゃん中心で、エルクは武器レベルを上げるためにです。であとはこの3人とイサドラさんだけ。じゃあ大丈夫かな。